こんにちは、むちです。本日はファイヤーショットについてやっていきます。えー、なんでこれをやるかと言いますと、えー、私自身がデザインスクールに通ってた時に、納品物、要はあのデザインスクールさんに納品するものとしてですね、ホームページを作った時に、ホームページのデザインですね、を作った時に、ウェブデザインの方を作った時に、全部ページ、スクロールしたところを全部、一本にして、印刷をしていく。納品してくれと言われたんですけども、 ってなったんですね。意味がわからんで。と言いますのも、普通印刷かけたら PDF でこういう感じで、3つになっちゃうんですね。3分割。それを1分割で納品してって言われたんで、えーってな,なりまして、その時に、知ったのが、この Fire Shot。この Fire Shot ですね。はい。あ今もうチャコールさん、あク、クロームさんですね。チャコールさんって言ってしまうんですけど、クロームさんですね。Google のクロームさん。 はい。のアプリなんですけども、もう入れてるんですけど、これのことなんですけども、一旦削除しますね。で、もう一度追加いたしますね。で、拡張機能を追加でいいんで。はい。で、この画面が出たら、作成完了してるんですね。この画面ね。はい。まあ、機能が追加されてるってことですね。で、サンで、これをポチッとなとして、 全体チャプターできると思ったんですけど、できないですよ。と言いますのが、このオプションで、この URL へのアクセスを許可するっていうやつをプッとしてもらわないといけないです。で、エラーを収集する。まあ、これ、あのー、なんで Dog1-0 カフェっていうやつなんですけども、こちらがなんでできなかったのかというと、ホームページのあくまで HTML、あの で、本当のウェブサイトじゃないですね。ローカルのウェブサイトなんで。だからなんですけども、こちらの先ほどのね、オプションを変えていただかないといけないです。で、ここで全体、チャプター。全体にチャプターすると、こういった感じで出てまいりますね。はい。で、画像を保存しますっていうところですね。はい。保存ですね。まあ、私の場合は、えフェンダーのダウンロード。 もう置いてあるんで、ファイルの方がそこに入ります。で、開くと、こういった感じで1枚でね、表示されます。はい。ただ C なんですけども、先ほど言ったように、一緒。の印刷ですね。出会った時に、えー、15ページ以上なる場合があるんですね。15ページ以上。う違うの多分読み込みますね。この遅さから言うると。 今3ページじゃないですか。3ページでこの範囲なんですけども、これが15ページ以上になると、このファイ r ーショットでも取れません。取れない場合どうしてるのかっていうと、ファイヤーショットでの文字部分をチャプター、選択範囲をチャプターってやつか、今みたいな PDF で納品する感じに取らせていただいてます。うん、まあ納品って言っても、あれですよね。実際データを打ち込んだら、この感じになりますので、また違うんですけども。 はい、そのようにやっております。以上です。ファイヤーショットのご紹介でした。クロームさんのね。google chrome さんです。